ワクワク探検タイム。はい、皆さんこんにちは、フカヒレです。今日はですね、こちら先日いただいてきた奄美の子ね、こいつの産卵飼育セットを組みたいと思います。いや、どんな感じにできるかな、楽しみということで行ってみよう。でね、今回もこの初めて買うクワガタムシ、こちらを参考にですね、ノコギリクワガタの産卵方法、こうやって載ってるんでね、参考にして組んでいきたいと思います。よし、それでは行ってみよう。まず、マットを入れます。これぐらいのね、量入れます。まあ、大体 4,5 センチってところかな。これを、スプレーで加水します。よし、こんなもんかいな。軽く握って転がしたらポロポロと崩れるぐらいね。こんなもん。よし、これをプレスしていきます。オッケーで、ここに産卵木を入れます。で、産卵木は今回、グローバルさんで売ってるバイオ産卵木、もうすでに加水されてるものですね。もうこのまま掘り込んでいいよっていうやつ、お手軽セットね。これで、次にね、またカビ生えたら嫌なんで、この防カビ剤ね、防カビミストを入れて、よし、土を入れる。で、表面の土は、柔らかく詰めるですね。カチカチにしちゃダメ。まあこんなもんでいけるでしょう。よし、で、またゼリー、ゼリーをゼリースプリッターでゼリーをカッチャー、よし、ゼリーをカットね。で、こちらですね、転倒防止剤の木の皮、こちらをね入れていって、よし、でペアを入れたいと思います。奄美の子のメス、メスメスホスで、で次オス、こいつはかっこいいよね。先ほど動画冒頭で見せたけど、これ奄の子オス。またね、この足の付け根見えるかな、足の付け根のところに金色があるんですよね。これがかっこいい。お前どんだけ抱き枕すんねん。よし、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる、怒んなよ。よし、ということでね、こんな感じでこう2匹がペアになってくれてね、幼虫割り出ししていきたいと思います。では皆さん、ありがとうございました。奄美の子の産卵セットでした。またね、怒んなよ、怒んなよ、怒んなよ、かわいいな。しっかり産んでくれよ。